FM ギニワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病院で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのためのラジオ番組とは銘打っておりますが、はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方を夏美さん。はい、メールアドレスを言います。メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では、メンヘラっていうかメンヘラジオ久しぶりの収録ですね。あ、そうですね、久しぶりだね。はい、今回ね第70回か70回の収録となっているんですけれども、はい、2024年、はい、年が明けて一発目の収録になっております。はい、はい、これね放送日自体は1月29日なんですけれども、うん、まあ現在我々はなんかパラレルワールドに今日に存在してますので、時空の歪みにいます。はい、今日は1月15日。はい、1月15日、はい、いい子の日だ、いい子の日。はい、めでたく私も、39歳を迎えて。そうよ、そうよ、1月7日に誕生日ね。はい、1週間以上経って、うん、はい、39歳がようやくちょっと慣れてきたかなっていう、馴染んできたかなっていう感じがしますけれども、まあでも年明けちょっと年末年始すごいちょっとパタパタしちゃったね、うん、すごいパタパタした。はい、年末は年末でちょっと忙しいというかいろいろあって、うん、年始年明け早々ね我々、うん、高熱を出してしまいまして、そう、うん、本当はね1月8日が、8日の月曜日が、うん、2024年一発目の収録ってなる予定だったんですけれども、はい、これがねその熱発の影響もあって収録ができないという状況になってしまってね、うん、ちょっと大変してたんですけれども、夏美さんはいまだになんかその熱の影響かコロナだったのかなインフルエンザだったのかなどっちか分からんけど、いやもう熱の影響ないですよ。嗅覚がちょっと音なんていうの鈍くなってるという。ああ、なんか持ってかれちゃったみたいな感じ。そうそう、しばらくはなんかうちで飼ってるペットの猫ちゃんのね、うん、うんちの匂いも全然臭くねえっつってそうだったね、話してましたけれども、ああまあ無事ねちょっと体調も良くなってきたので、うん、今回、はい、収録に臨ませていただいております。はい、大丈夫です。はい、本日、もですね短いお時間ではございますが、はいはい、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。パチ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 。はい、このコーナーはタイトルそのまま私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしております。ツイキャスもやっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では、はい、早速トークテーマの方に行きたいなとも考えていたんですけれども、お実はですね、うん、前回収録したのが確かクリスマスの日だったかな一番、うん、年末にだったかな2023年最後の収録がクリスマスの日で、はい、その時もちょっと68回69回と2本撮りさせてもらってね、はい、トークテーマ覚えてますかね。遥か遠く昔のことだから覚えていないです、うん、恋愛、あ、はい、恋愛をテーマにちょっとエピソードを皆さんから伺って
トークさせていただいたんですけれども、はい、その日にねちょっとあのメッセージ届いただいたのがちょっと遅くて、うん、あの読んであげられなかった、あ、はい、あのお話がすれ違っちゃった、はい、届いておりますので、よかったら、はい、紹介させてください。恋愛ですね、はい、トークテーマ恋愛でいただいた、メッセージです。はい、はい、メンヘラネームリンネ転生したナシュー、リンネ転生したナシューさん、ありがとうございます。はい、ナシューさんは2回ぐらいかなメンヘラジオの方に、うん、ゲストで出演していただいた、うんうん、はい、その説は、はい、お世話になりました、はい、昨年は本当にお世話になりました。今年は本当にお世話しました。よろしくお願いしますということで、はい、ちょっとねあの前回読んであげれなかったんでナシューさんのメッセージ読ませていただきます。はい、こんばんは、ご無沙汰しています、僕です。僕です、こんばんは。はい、トークテーマが恋愛と聞き、これはもう投稿するしかねえなと、うん、さて以前メンヘラ城に出させてもらった際、失恋を乗り越えて今タイムリーで恋をしていると報告させてもらいました。はい、その恋の進捗をご報告させていただきます。はい、見事に失礼しました。パチパチパチ、はい、玉砕しました。玉砕したんか。しかも、うん、玉砕からのラインブロック。あ、悲しい。ちょっと悲しい。1ヶ月ほど前に、うん、メンヘラをこじらせてしまった私。うん、好きな子に、うん、そのこじらせたままをね、メンヘラメンヘラしたラインを送ってしまって、はい、告白したつもりはなかったのですが、うん、後から客観的に見たら思いっきり告白のラインでした、それが。あ、その後しばらくは友達として継続していく形になったんですが、うんうんうん、少し経つとブロック。なんか嫌なことがあったんだろうか。あはははだそうです。最初は彼女を傷つけてしまったことに日々後悔と葛藤を感じていました、うん、はい、しかし私はこの大きな出来事を機に自分が生まれてきた意味、そして自分の使命に気づかせてもらいました。なんか壮大だな。ちょっとでかいね。でかくなったね。今年の自分の書き初めの抱負が、うん、輪廻転生。あ、もうそういうとこやないか。違うか。なあ、書き初め抱負が輪廻転生ってまた珍しいけどね。まあでもあの意味としてはなんか本人のね、うん、意味としては魂、うん、魂の生まれ変わりだそうです。あ、なるほど、うん、持っているものかな、うん、考えだったり、うん、思想みたいなことなのかな、分かんないけど、今年はいろいろとたくさんの経験をして、うん、多くの成長を遂げたのですが、まあ、今年っていうのは2023年かな、うん、はいろいろとたくさんの経験をして多くの成長を遂げたのですが、うん、本当の意味で生まれ変われる出来事でした、うん、今回の失恋がかな、うんうん、生まれ変わった私は来年、まあ、括弧今年の2014年、うん、強くてかっこよく強くてかっこよく、うん、本当の意味で優しい人間として歩んでいきます、羽ばたいていきます、うん、本年もまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ラジオにもまた出演させて、いただければ嬉しいです。あ、いいね、良いお年を、はい、ということで、年末のね、うん、はい、12月25日の収録だったんで良いお年をで締めていただいたメッセージ、うん、はい、失恋したそうです、ナシオさん。うん、良いお年を。もう年は明けとんねん。明けとるね。ああ、そっか、ちょっと寂しいね。ちょっと寂しいね、うん。まあでも失恋をして人は強くなっていくから、あの恋のね、うん、恋愛のなんていうの、筋肉みたいなのが鍛えられていくからね。うん、ワクチンワクチン。そうそうそう、あの筋トレみたいなのと一緒だから、うん、体勢がどんどんできていく。あ、そうそう、 それでちょっとのことで動じなくなって、その動じない、ちょっとやそっとのことで動じない姿を見た女の子が、うん、あ、この人なんて男らしいんだろうとか、あ、そっか、はいはい、で動じなすぎ、落ち着いた雰囲気だなとかさ、そういうプラスに見える部分がきっと出てくるから、期待すぎ て、ね、て動じなくなりすぎた人がストーカーになる、うん、いや、どうなんだろうな。違う、ストーカーは言うたら動じてるんじゃないの、あれ。動じてるの、めっちゃ能動的じゃん、動いてるじゃん。そうか、うん、まあね、だからちょっとまあ年末にね、うん、で失恋はしたみたいだけれども、うん、ある意味ね、年末年明ける前に、うん、もうなんていうのかな、言ったら一旦区切りがついたわけじゃん、その恋に、うん、
区切りが続いたから、そういう意味ではなんていうのこの輪廻転生じゃないけどさ、うん、生まれ変わった気持ちで2024年を今もしかしたらナシュさんをね新しく、過ごせてるんじゃないかなって思うから、うんうん、はい、まあありがとう、ありがとう、報告いただいてナシュ君ありがとう、うん、またぜひねあのラジオの方にも遊びに来てくださると、いただけると嬉しいです、嬉しいです、はい、まあでもせっかくだからもうそのまま恋愛をテーマにちょっとトークしちゃう？うん、いいよ。ちょっとじゃあツイキャス読んでいい？ああ、ぜひぜひどうぞ。はい、じゃあペーターさん、ペーターさん。ペーターさん、はい。もう。牛さんかな？ペーターさん、ブロック界入ってよ。ああ、そうね。ナシュルさんのブロック界で転生して再アタック、ブロック後。ブロック後。ああ、転生して再アタックは。転生して再アタック。ね、いうかまあでも人によってはね生まれ変わっても一緒になろうねとかっていう人たちいるからね、うん、あちなみにうちらは生まれ変わっても一緒になりますそうだねそうね普通に電波にのろけを乗っけたやつ埼玉の郷さん、あ お久しぶりです、あけましておめでとうございます。健太さん、なっちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。はい、沖縄大好きさんもこんばんはって来てます。こんばんは。こんばんは。はい、ありがとうございます。あれ見てるかな、あの薬屋の独り言見てるかな。なんか見てるって確かその12月23日の、うん、FM ギドワンさんでやってたクリスマスイベント、うん、生放送か、うん、あの時に行ってたような気がするな。あ、行ってたか。うん、気がする。ほんと俺ちょっとお話ししたよ。したあ、いつだったかな。まあいいや、松見さん先に帰ったんだよ。まあでもなんか見てるって聞いたような記憶がございます。うん、はい、知念聖也さん、はい、遅くなりました、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。健太さん、夏美さん、こんばんは。こんばんは。久々ツイキャス見ています。 ありがとうございます。ありがとうございます。遅くなっても何もね、俺たちも年明けてからようやく、そうです、はい、ようやく、収録にのこのこ出てこれました。臨められたのでね、もう本当に忙しくてね、昨日もね、なんていうの、中学生の寝てない自慢じゃないけどね、うん、ほとんど眠れてなくてね、作業がいろいろあって提出しなきゃいけない資料に追われてね、追われてね、はい、今日まあ無事提出してきたんですけど、それでもやっぱり訂正箇所がね、うん、結構な数ありまして、はい、また今日はちょっとラジオ、あとはね、いつもなんていうの、この俺たちのねラジオの、うん、メンヘラジオの本放送はね、うん、まあ、収録はツイキャスとかで配信してるから、こうやって皆さん生でね、うん、参加いただくこともできるんですけど、本放送、うん、ちゃんとなんていうのかな、オープニングからエンディングまで、ね、曲も流れるやつね、はい、797で聴けるやつね、797、そう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 、あれの時はそうそう、いつもラジオ終わって夜中にゆっちさんラジオからのメンヘラジオを聞いてっていうのをやってるんですよ、健太さん。そんで眠るみたいな、ね、それで嫁は眠っているっていう。そうそうそう、リアタイで一応基本できるだけ聞くようにはして、そうそうそうだ、リアタイだ、リアタイ、うん、ちゃんと喋れてるかなとかね、うん、はい、でどうする、恋愛トーク、恋愛トーク、あ、そうだね、恋愛で言うと、うん、なんていうのかな、なんすか、なんすか、メンヘラ的な恋愛で言うと、うん、なっちゃんはさ、ちなみにだけど、はい、今までお付き合いしてきた人とかいるわけじゃん。はい、健太さんもそれなりにいるのよ、お付き合いしてきた人。はい、うん、と年下から年上まで、はい、はい、健太さんの方が多分いますよ。いやー、でもね、健太さんね、経験は豊富だと思います。年下の子と恋愛させていただいたときに、バイト先の後輩だったんだけどね、うん、お付き合いする直前ぐらいに、うん、もうすでに俺は内地に行くことが決まってたの、うん、まあ、出稼ぎだけどね、期間従業員としての期間が定まった、うん、まあ、季節労働だよね、うん、に愛知県の方に行くのが決まってたから、うん、なんかいい感じではあったんだけど、うん、俺内地行くからちょっとやめた方がいいんじゃないみたいなことしてたのね、うん、でもまあ大丈夫ですって言うから、まあ、結果的にお付き合いがスタートしたんだけど、うん、その子がね、めっちゃ浮気する子でね、
めっちゃ浮気する子だったの。そうそうそう、内地行くとね、うん、タレコミが俺の方にどんどん来るんだよ。流れてくるの。そう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 、あいつやめた方がいいっすよみたいな、後輩の男の子からね。で、ええと思って一応まあ連絡して、なんかこんな連絡めっちゃ来てるんだけどって、うん、あ、言った、直接伺ったの、うん、そしたら、いや普通に遊んでただけだよ、なんもないよみたいなことさ、うんうんうん、まあそう、まあそっちが特になんでもなかったのかな、じゃあね、あのそういうんだったら、うん、まあそっちを信じるよみたいな感じでね、はいはいはい、やってたんですけど、あの男気ですね、そっちを信じるよは。はい、でまあたびたび沖縄にね、まあ仕事中というか期間の間も連休が取れたら帰ったりしてたんだけどね、うんうんうん、まあ、結果的に浮気されてました。浮気されてました。悲しかったです。はい、悲しかったっていうお話ですね。はい、その時にナシューさん、俺もあの恋愛筋肉ムキムキになっちゃった、恋愛筋肉を鍛えられたから、うんうん、浮気されて、であこういうこと俺にも起きるんだと思ってね、うんうんうん、なんていうのかな、それって俺がかっこいいから浮気されると思ってなかったとかじゃなくて、勘違いしてほしくないんだけど、うん、あのやっぱり浮気されるされないってなんか物語とかさ、うん、漫画、恋愛漫画とかさ、少女漫画とか、確かにね、身に降りかかるとは、そうそうそう、まさか自分の身にもそういう、うん、来るとはね、そう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 、降りかかってくることがあるとは思ってなかったが、結構やっぱりダメージはあったの、うんうんうん、でもまあはい、あのある種鍛えられました、なんとか乗り越えたね、はいはいはい、辛かったですけど、うん、そんなことありましたよ、恋愛で言うとね、うん、はい、なるほど、はい、それではなんか僕の恋愛のお話をしたところで、はい、はい、ここから楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、新年一発目、うん、紹介させていただきますのは、うん、テレビアニメ、はい、オタクに恋は難しいのオープニング曲もで、僕も好きになった曲なんですけれども、うん、アーティストなんですけど、スミカさんでフィクション、はい、どうぞお聴きください。はい、わかるよこの歌、聞いたことある。聞いたことあります。はい、はい、今日ねお昼ね、うん、暑かったね、あでも風は冷たかったかな。いや俺基本的に今日はずっとそんな暑いとは思わなかったよ。うん、ずっとなんか暑かった、うん、あ本当、うん、なんでかね、お家の中が基本的にうち冷たいじゃん、なんか外よりお家の中が冷たいみたいな、うん、そうね、うん、このワンピースかな、いやそんなスッケスケのワンピースが暑さ遮断、なんか寒さ遮断するわけないでしょ。スッケスケのワンピースだけど結構密じゃない、だから結構暑いんじゃない、この生地って暑いみたいな、風通るって風通るって絶対そうかな、うん、うん、だって光を通すからね風も通すか、風ぐらい通すでしょ。あ来てますよ、チェックス、知念聖也さん、はい、恋愛って大変ですよね、うまくいく時もいかない時もありますよね、本当にそうね、うん、うまくいく時の方が多いかい。いやそんなことないよ、そんなことないか、だってうまくいってこなかったから夏美さんに出会ったわけです。そうだな、ね、そうだな、はい、うまくいってたら俺もすでにもう結婚して子供もいたかもしれないですし、そうだな、はい、夏美さんうまくいったりいかなかったりだな。でしょ、夏美さんもそうでしょ、うん、あの病院の先生、主治医に恋したり、病院の主治医の先生に恋した時はね、はい、本当にね、うん、楽しかったよあの患者は元気になれるよそうね、ちょっと元気になれるよと、うん、恋愛は推奨してもいいかもね。そうね、うん、ちょっと危険な部分も当然あるんだけれども、うん、やっぱり隔離病棟での恋愛って心の病気を抱えている者同士、うん、者同士ね、友倒れしたり相手の一言にすっごい傷ついたり、うん、舞い上がりすぎてヒューってあの症状が蒼天みたいな、はいはい、だから気をつけなきゃいけない部分はもちろんあるんだけど、うん、でもそれってね普通にメンヘラじゃなくてもね、うん、あのありますよね、そうそうそう、恋は
盲目っていう言葉があるようにね、うん、普通の一般の人でもね、なんかちょっと道を踏み外して、さっきなっちゃんが言ってたようにストーカーしてみたりとかさ、そういう人もいるだろうし、うんうん、だから、ね、あ、ピーターさんが言ってる、なんて、うまくいくまで恋愛。お、その後は 何になるの？その後は何になるんですか？なんか穏やかじゃねえな。その後は何になるんですか？うまくいくまでが恋愛。名言っぽい感じがするけど、うまくいくまでが恋愛ね。ちょっとかっこいい。うん、まあ確かに。うん、まあ片思いっていう表現があったりもするけどね、うんうんうん、で片思い両思いっていうね、うん、うまくいくまでが恋愛、うまくいった後は何になるんだろう。愛になるのかな。違う、恋が抜けて一人でするのが恋、二人でするのが恋愛。ああ、いろんなね、皆さんの解釈があるかと思いますけれども。っていうのは今ただ適当に言ってみただけです。あ、そうなの。すいません、乗っかっちゃいました。はい、はい、お聞きいただきましたのは、はい、スミカでフィクションでした。スミカ、はい、たまたまね、ナシュさんのメッセージ読む機会があったから、まあ恋愛のテーマになったけど、うん、オタクに恋は難しいという、うん、アニメの、オープニングにもなった曲でしたが、うん、はい、ノリ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 でいい感じですね。はい、では、うん、エンディングの方に行きたいと思います。はい。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、今ね、楽曲紹介の後のね、うん、なんかアフタートークみたいなさ、うん、やってたんだけど、すっごいあっさいこと言ってたな。自分で喋り自分で喋りながら、なんかすっごいノリノリですねみたいな、なんか自分でなんかスンってなっちゃったもっとなんかうまいこと言えないのかなって、ちょっとね、反省です。なかなか難しいね。はい、ペーターさん、あ、はい、また知念せいやさん、自分も付き合ったり別れたりと続いた時もあったなぁ、うん、そうですね、はいはいはい、これはなんかもう、あの最後はどっちかがっていうか、まあ死んじゃうからあれだけどやっぱ別れはあるから、あるなぁと思ってはいはいはい、ね、出会ったら別れはあるんですね、うんうんうん、ペーターさん、はい、うまくいったら添い遂げ、うん、添い遂げずに離婚もあるけど、てんてんてん、うわ、やっぱり穏やかじゃないな、穏やかじゃねえなあ、でも添い遂げか、恋愛で、まあ、成就したとったら、うん、そこから添い遂げる段階に入っていくっていう、うんうん、はいはいはい、じゃあメンヘラジオのこの2人も添い遂げ、今は今添い遂げ状態よ、添い遂げ状態、うん、でも添い遂げできずに離婚もあるけど、うん、離婚あると思う我々、うん、いやどうだろうな、じゃあ離婚あるかな、いやわかんないよ、その先のことはね。でもね、あの責任感みたいなのは当然あるから、例えばね、あのメンヘラの夏美を嫁にした以上ね、うん、例えばなんかまかり間違ってケントさんが浮気したり、あるいは、うん、そうだな、なんか大喧嘩して、うんうん、大喧嘩か、もう離婚だみたいにさ、なったとするじゃん、うん、そうなった時にメンヘラの嫁だよ、夏美だよ、うん、すんごい落ち込むでしょ多分、うん、そうなった時にね、極メンヘラだよ、そうなった時になんていうの、もし万が一もうそれがきっかけで何かされでもしたら、ね、みたいな、うんうん、なんていうの、うん、もうゴールしていいかなってなっちゃったらね、うん、したそれはだから、まあお互い様ではあるんだけどね、うん、そうだね、うん、そうだねじゃないそうだねじゃない、だから別に離婚とかはね、もう本当になんていうのか、よっぽどのことがない限りないんじゃないかな、はあ、そうそう、うん、だからそういう意味では覚悟してね、あの一緒になったわけですし、ない、はい、ない、いや分からんよ、健太さんが一番危ないんだよ、だから、え、ない、あのギャンブル依存症だから、うん、言ったら、あのこの先もね、うん、生活費に
手をつけて、うん、夏美を路頭に迷わすというかね、うん、まあ俺自身も当然路頭に迷うんだけど、うん、俺だけじゃないじゃん、なっちゃんも一緒に路頭に迷うじゃん、生活ができない、うん、何食べるものが二人で路頭に迷って、そうだな、食べるものがなくて痩せていこう、さすがに嫌気がさしてもうついていか、いかれよまってなる可能性は、でもさ、そう、別れた後、別れた後一人で路頭に迷うんでしょ。そうね、お俺はね、え、夏美は、うん、言うたら借金作ったりしたら、夏美も一人で路頭に迷うんでしょ。いや、夏美はなんかなんとかなるじゃん。そうだね、あのこっちら辺にほくろあるからね、これ食いぶちにほくろって言って、ね、食べ物に困らないほくろなんだ。あ、そうなんですか、うん、はい、では新年一発目のメンヘラ嬢、はい、一発目って言ったらなんかおかしいけどね、一発目の収録、うん、はい、ここいらでお開き、はい、お薬飲んで寝ろ。よし。